これは。ん？中に何か入ってるな。ガチャガチャの景品が入ってたな。こんなところに。ん？中に何か入ってるな。ガチャガチャの景品が入ってたな。こんなところに。ん？中に何か入ってるな。ガチャガチャの景品が入ってたな。これは何かの役に立つかもな。兄ちゃん、見ていくのか？それともやる方がいい？そうか！じゃあ、参加料は20ドルだ！リョウ、やっとあなたと戦える。君はアイリンじゃないか。ここに立っていれば、勝ち続けていれば、いつか会えると思っていた。本当に
やるのか。戦いを選択したのはユウ。私はその挑戦を受けるだけ。アイリン、大丈夫か？イエス、心配ない。すまない、つい本気を出した。いや、それでいい。本気でなければ戦う意味などない。また一つ目標ができました。リョ、今度は私の挑戦受けてくれますね？ああ、わかった。でも、その前に彼女と戦ってみてください。彼女？ええ、きっと驚きますよ。やるな兄ちゃん。じゃあまた来てくれよな。兄ちゃん、見ていくのか？それともやる方がいい？そうか！じゃあ、参加料は20ドルだ！君は、確かトマトマートの。今度の相手は、たった死。勝ったらいいところに連れてってあげるわ。かけたらね。行くわよ。
大丈夫か？ちょっと悔しいな。本気を出したのに負けちゃった。約束だから、いいところに連れてってあげる。今度暇があったらトマトマートに来て。トマトマートか、分かった。やるな兄ちゃん、これは景品の銀メダルだ。持ってきな。じゃあまた来てくれよな。泉。何？亮。また来るよ。そういえば、こないだ話していた面白いところって。あ、そうだったわね。ねえ、これから行ってみる？ああ、行ってみよう。決まりね。じゃあ行きましょう。3番の若、こいつはスタミナ A、 根性 B、 追い込みが得意だ。で、3番人気だ。これはアヒルレースよ。どう、やってみない？では、兄ちゃんも遊んでいくかい？じゃあ、金額を決めて、ひなアヒルにかけてくれ。よし、そろそろスタートだ。1番の白、こいつはスピード A、 スタミナ C、 根性 C、 客室は切れ味のあるサシだ。2番の黒、こいつはスピード S、 スタミナ C、 根性 S、 客室は切れ味のあるサシだ。3番の赤、こいつはスピード A、 スタミナ B、 根性 B、 追い込みが得意だ。4番の青、こいつはスピード A、 スタミナ A、 根性 C、 追い込みが得意だ。5番の黄色、こいつはスピード A、 スタミナ A、 根性 A、 客室は切れ味のあるサシだ。6番の緑、こいつはスピード S、 スタミナ C、 根性 C、 客室は逃げだ。じゃあ、金額を決めて、ひなアヒルにかけてくれ。よし、
そろそろスタートだ。やった。よし。あ、葉っぱをつかむタイミングさえ分かれば。これは。あれは。やるしかないか。くそ。やった。この間のアヒルレースだけど。あれ、リョウ、そのアヒルは捕まえたんだ。ねえ、それレースに出してみない？決まりね。じゃあ行きましょう。ここで自分のアヒルを登録してレースに出せるわよ。お、兄ちゃん、いいアヒルだな。エントリーするなら1レース50ドルだぜ。ああ、出してみよう。よし、兄ちゃんのアヒルは一番の白だ。
すぐにレースだから準備してくれよ。よし、そろそろスタートだ。こいつは景品だ。